どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。今回は戦闘準備ということで、戦場のアバラックに会うというところでやっていきたいと思います。ワイルドハントからシリを守るのに協力してくれれば、陛下の特赦が受けられるわ。信用できるならいいけど。大丈夫よ。フリンギラは？それはわからない。でも陛下に掛け合ってみるわ。挨拶する間もなく計略の準備が。そういうサガなのよ。特赦を約束。本当なのか。本当か。エムヒルを説得して特赦とは。シリを守るのに協力してくれればね。エムヒルがそんな取引に応じるとは信じられんな。別にあなたに信じてもらわなくても結構。さあ、フリンギラに何かあったのか。フリンギラについてだが、何かあったのか。トリスが連絡が取れないと言ってた。帝国の力にディメリティウムの力で幽閉されてるからね。リタから仕入れた情報よ。エムヒルはそれを君に隠していたのか。フリンギラのことを君に話してないんだろ。気に入らないわね。それじゃ約束が違う。全部終わったらそれについて陛下に伺わないと。行きましょう。みんなが待ってるわ。まあ、イラッとくるところもあるけど、まあ、とりあえず今はっていう感じか。さあ、トリスに話して。何ゲラルト。じゃあな、トリス。ではない、こっちか。さあ、アバラックに話して進めましょうか。お前が最後だ。出航するか。ああ、行こう。怒りをあげろ。とにかくこれで陛下の居場所がはっきりしたわね。父はスケリッチを征服するつもり？みんな私の仲間なのに。スケリッチをあなたに送りたいのよ。シントラや帝国領すべてと一緒にね。え？皇帝もワイルドハントとの戦いに手を貸すことになる。フリンギラの居場所も分かった。急いで太陽の石を見つけなくちゃ。スケリッチでやることが山積みね。フリンギル、彼女の力が必要よ。俺はエムヒルの船に住ませるか。太陽の石ってのは一体何だ。まだ太陽の石が何なのかすらわからない。マウンテンエルフたちがアインエレの船を呼び出すために作ったのだ。今ではありえない二つの部族の協力の象徴となっている。おいおい、誰も白の艦隊のギールバンとディリアンの物語を知らないのか。そうなんですよ。とりあえず聞いとこうか。教えてくれ。エルフの伝説は大好物だね。アルダーエルフの賢者ギールバンがアインシーデのエルフに恋をした。それがディリアンだ。でも振られてな。
あら、ゲラルトにはどうでもいい話じゃない。もう遅い、いい話だぞ。シロの艦隊が港を出る日、ギールバンはディリアンに贈り物をした。太陽の石だ。いつかディリアンが振り向いてくれると信じてな。彼を思う心が強まった時、太陽の石を使えば世界のどこにいようとも戻ってこられるはずだった。それは期待できそうね。私たちが太陽の石を使うのはもっと大事な目的のためだけど。ふーん、使い方に興味がある。太陽の石は俺たちでも扱うことができるのか。お前は無理だ。私は当然使える。女魔術師の力を借りてな。今船室で吐いてる彼女たちね。他のみんなは音信不通。さあ、太陽の石がスキリッジにあるのは確かなのか。太陽の石がスキリッジにあるとどうしてわかる。エルフの伝説さ。何世紀も前に白の艦隊が上陸した場所にあるという。どの島のどこにあるかまではわからないわけね。やれやれ。エルミウンに聞いてみるか。居場所知ってるの。港で聞くさ。クラフの船がそこに停泊してる。俺はエムヒルの船に飛ばせるか。俺をエムヒルの船に飛ばせるか。無理。皇帝の寝室より強い結界が張られてるわ。力ずくで行くしかなさそうね。フリンギラの力は不可欠。さあ、奴らこちらに気づいてるのか。のかエムヒルの魔術師よ、当然ね。フリンギラビゴの問題が片付いているなら小舟にでも乗せて送ってくるんじゃないか。解決とは程遠い状態よ。女魔術師会に危害を加えないという約束だけど。フリンギラの問題はややこしいの。彼女は反逆罪で正式に死刑を宣告されてる。エムヒルが彼女をどうするつもりかは自分で確かめてきて、乗り込む方法を思いついたらね。自力でエムヒルの船に乗り込む。自力で皇帝の船に乗り込む。泳いでいくつもり。剣を背負って。船の上から狙い撃ちにされて、我こそは舞い踊る白煙って言い終わる前に殺されちゃうのがオチよ。落ち着いて、彼なら大丈夫よ。近づくなら夜の方がうまくいく可能性が高い。乗り込んだら陛下にこの書簡を見せて、彼と女魔術師会との間で交わした取り決めを思い出させる必要がある。じゃあ行ってくるか。気をつけて。さあ、これは固定か。改めて思い出していただきたいんですが、私たちの取り決めにはこの危険を伴う戦いに参加する全ての女魔術師が含まれていたはずですと。言うまでもなく、この戦いで成功したは、私たちに必要なもの。すでに女魔術師会の多くのメンバーを集めた今の状況で、そこにフリンギラ・ビゴを加えていただけないことを驚いています。彼女を手放すことをためられているのには個人的な人柄が関係していることを承知しています。しかし約束しましょう。私たちの目的はその問題ともつながっているんです。私は犠牲を払い不幸な状況を迎えることになりますが、それでもこちら側の約束は必ず果たします。その代わりにお願いとしてではありますが、必ず守っていただきたいお願いとして、フリンギラの解放を要請します。さあ、フリンギラの方だね。まず船の方どうにかしますか。まず船から、さあ、暗闇に紛れて戦艦に忍び込むと。こっちだと船に当たるから、ぐるっと回って、行きますか。まず場所はどこだ。ここ遠いね。じゃあここ。さあ向かおうかなと思うけど。暗くなってからの方が乗り込みやすいだろう。そうだね。じゃあちょっと瞑想しますか。そうか、船の上だとダメということか。まあちょうどアイテムも生成したいし。
瞑想しよっかね。さて、さあアイテム完了。んー、じゃあ近づきますか。おお、意外と細かな操作だね。難しいね、やっぱりガラス。さあどのあたりかな。あの光に当たると厄介そうだね。あのライトはそもそも、ああギリか。どうしよう、もうグランっていかない。さあ潜って、あ、この状態だとバレないのか。さあ艦隊としては、この辺りっぽいが、この状態でバレないっていうね。あっちの方か。ちょっと潜って、暗殺者だ、矢を放て。小坂氏、どこかに隠れているぞ。待て、ブッチャーだ。陛下のご命令だ。撃ち方よ。危ない危ない。驚いたが、会えて嬉しいよ。温かい歓迎をどうも、皇帝陛下。娘を連れてくれば、もう少し違った歓迎をしたんだがな。娘はどこだ。ああ、どっちだろうね。ゼリカニアに。ゼリカニアだ。太陽が恋しいと言っていた。要は冗談が通じる相手でも我慢強い男でもないぞ。世が貴様に手出しできぬと知っていて、そのような態度が取れるのだろう。だが力関係は突然変わる。貴様の価値がなくなり、捨てられる時が来ればな。まあよい。お互い深入りはやめておこう。何が目的だ。フリンギラ・ビゴだ。彼女を解放すると約束したそうだな。だがまあ、あんたが忙しいのは分かってる。この書簡に目を通せ。女魔術師会に関する取り決めを思い出すはずだ。ユネファーメ、あの女の頼み事はまるで脅迫だ。そういうところは昔から気に入っている。よかろう。特赦の約束を話聞くか。彼女たちが協力する代わりに特赦を出すんだな。ユネファーと交わした契約は履行される。それでは答えになっていない。答える必要がない。そうそう、そろそろ失礼したい。
やっと意見が一致したな。へへ、フリンギラビゴを連れてこい。ディメリティウムのカセも外してやれ。聞いている限り、紹介は必要なさそうだ。行くがいい。フリンギラ、久しぶりだな。他の魔術師もアードスケリッグの近くのグインベールにいる。船を用意して。もう船酔いはうんざり。門を開くか。俺は瞬間移動の方がうんざりだが、まあいいさ。さあ、レベルアップ。太陽の石だね、次はね。31なんだか。こっちか。クラフ上にいるね。白狼よ、見たか。ボロ船に乗った黒い犬ども。我らが港近くに停泊し、我が軍の士気を下げようとしている。ああ、見た。エルミオンはどこだ。ルゴスに会いに行った。やつめ、アンクライトの者が王座にいるのが未だに気に食わんらしい。そこに黒の軍団だ。さぞ忙しいだろう。ドルイドはあの間抜けを説得しに行ったのだ。エルミオンの火星に行こう。彼に話がある。行け。ルゴスの間抜けに会ったらこう伝えてくれ。いや、何でもない。言葉ならドルイドが知っている。またな。さあ、太陽の石の手がかり聞かんとね。ファストトラベルでこんな方が早いんだろうな。さあ、だいぶ終盤だよね、ここまで来ると。装備もね、それなりに強いのとは思ってるんだけど、防具がなかなか。武器は結構揃ったんだけどね。はあ、ここやね。近くまで来ましたか。どうなるかな。まあね、そんな簡単に進む話ではないと思うんだけどね。ロチ、あ、もう下に行っちゃったね。意外とロチ来るの遅いんだよね。前から来ると。やっと来たか。エルミオンと話す。さあ、まあ、この山を越えるっていうのもなかなか大変だよね。100ぐらいあるか。こんな離れてたんだね。
さあ、ヘイヤムイール。開いたね。さて。ああ、巨人のところか。はい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 。いやこの前来たばっかしだけどなんか懐かしく感じるね。俺はクライトに平服などしない。分かったか。帝国に組み去ると思わされるか。クラフの野郎よりミョルホグの勇気に味方した方がマシだ。ケイの進化も同意していると。裏切り者と呼ばれることになってもみんなついてくるのか。ここは我が領土だ。ドリードは口を慎め。あー、それが模範でなければなんだというな。ニルフガードに頼んで大いに使わせてもらうのか。嫌味たっぷりで言うかどうするかね。それが無本でなければなんだというんだ。吠えることしかできないのか。クラフに言われて首を取りに来たんだろ。来い、俺が相手になってやるぜ。かかれ。まあこういうのは、はい、終わり。はい、燃やして、後ろ、まったくいう話を聞きに来ただけなのに、結構ね強い感じだからね、ほっといてても勝手に倒してくれそう。終わってる、早いね。このゲームね、敵倒しても経験値もらえる感じではないんで。ういあとはフェルミオンと会話すれば OK やね。こんなもんで、オブノ。さ、降りて。そしたらどうしようかな。アクシーでいいか。はい、終わり。あ、次は、じゃはい、終わり。じゃ、もういいかな。お、まだいい、したい。マットマンロスの縄張りの外で、あ、まだ行かないとダメか。もっとゆっくりでいいぞ。一回話しかけてみよう。
エルミオン来い。あ、まだだね。まだ必要か。ここまで来れば大丈夫でしょう。さあ、どこまで行く？縄張りね、結構遠いんだね。ああ、ゲラルト。スケリッジで騒ぎがあるときは必ずお前が姿を現すな。それは違うぜ、エルミア。俺のいないときもあっただろう。クラフの血族を大いにつけたのはお前だ。お前はちょっとした内戦を引き起こしたのだ。長年人々はスケリッジの王冠をめぐって争ってきた。それ自体はどの国でも起こりうる左半事というのだが、ケイヤトロールドの血の宴は一線を画していた。人々は裏切り者を必死になって探した。思いがけないウィッチャーの仕事だ。その結果、スケリッジには新しい女王が生まれることになった。ドラムンド一族は予想より早く攻勢に出そうだな。クラフの命でルゴスと協定を結びに来たんじゃないのか。協定だと？クラフがそんな絵空事を本気にするものか。計画をご破算にしたかと思ったよ。いや、ルゴスの死は必ず大きな変化を生じさせる。奴のいいとこが族長になるだろうが、指揮官としては弱く愚かだ。間もなく内乱が始まるだろうが、あっという間に終わるだろう。それにしても、なぜスケリッジに戻ってきたんだ。さあ、やっと本だよね。まずセリスはどうしてる。セリスの働きぶりはどうだ。素質は持ってるが、父親の影響から抜け出す必要があるな。ルゴス以外は皆支援を表明している。だが水平線に帝国軍が現れた時、相手を買って出たのは族長自身だった。ヤルマル、帝国軍に3度の攻撃を仕掛けた。クラフの意に反して出撃し、全て失敗だ。それでも志願する者は後を絶たない。ヤルマールらしいな。じゃあ本題いきますか。太陽の石の話を聞いたことあるか。太陽の石について知らないが、伝説ではスケリッジにあるらしいが。ウロボロスの仮面の次は太陽の石か。お前が宝探しに夢中になってる間は怪物どもは安泰だな。アインシーデのエルフには興味がないが、銀融詩人のアイビンという男なら何か知ってるかもしれん。昔、未開の洞窟だか遺跡だかの話をしてくれたよ。そいつはどこにいる。今日か、エリンビョルンだろうな。真珠取りのアーリングと半魚人のマティアスにも聞いてみろ。湾の東の端あたりの海で潜ってるはずだ。おお、半魚人。半魚人？なんだそれ。そういうあだ名だ。何時間も潜っていられる。なぜそんなことができるのかは知らんがな。そいつのことが嫌いなのか。何の恨みもないが、奴の父親と祖父も大嫌いだった。そうか、助かった。ありがとう。助かった。言っとくがな、その洞窟だか遺跡だかがもし魔法の力で守られていなければ、大昔にマティアスやアーリングの祖先が荒らして空っぽだと思うぞ。魔女を連れて行くんだな。一人ぐらいは連れてきてるだろ。今回は団体で来てる。そりゃ心強い。さあ、アイヴァンと知られる銀詩人を探すと。まあ、その前にファストトラベルをちょっとしたいね。どうせ多分飛んでいかないといけなさそうな気がするし。でしょ。そしたらまずこっち、に向かって、いきなり内乱に起きててって感じだね。まあでもあれでやられてたらそれを皮切りにっていう感じはしたけどね。
ちゃちゃっと飛んでいきますか。さて着いたんで早速探していきますかね、手がかりを。こっちまっすぐ行けば OK かな。お、鍛冶屋あるじゃん。なんか作れるの？別に言うことはない。気をつけろ。さあさあ、そうか、買ってくれんか、買わせてくれんね、アイテムね。あら、逆か。切るぞ。さて、あ、この上か。いたね。今忙しい。艦隊を見張ってるのか。艦隊？ああ、そういやみんなが言ってたな。いや、俺はもっと大事なことを考えてるんだ。俺の予想では今日なのだ。あの伝説の白鯨ゲボルグが今日スケリッジの海にやってくる。この日を待ち望んでたんだ。へえ、特別なクジラなのか。亡霊たちが天国から海原へ向かうとき、海蛇が海の怒りを呼び覚ますとき、そして氷の怪物が島を飲み込むとき、奴が現れる。あのクジラを歌った吟遊詩人はいないんだ。伝説には黒太陽の呪いの話はなかったか。黒太陽？何の話だ。気にするな。さあ一緒にゲボルグを見ていいか。一緒にゲボルグを見よう。その後スケリッジにあるエルフの遺跡について教えてくれ。人が入れない洞窟があると聞いたんだが。ああ、人が入れる場所ならすでに泥棒が荒らした後だもんな。おお。アイビン。なんだ？いや、もう一度洞窟の中を見たいだけだと言っておこうと思ったんだ。調査のために。調査？冒険小説書くために取材がしたい。冒険小説を書きたくて取材をしてるんだ。シロの艦隊の話を書くのか、いいアイディアだな。よかったら俺の翻訳したギールバンとディリアンの歌も参考にするか。おお、ぜひ。それで洞窟はどこだ。ケイア・トロールドから船で東へ、入り江にあって海側からしか近づけない。じゃあな。あ、白芸に会えるといいな。必ず今日現れる。俺にはわかるんだ。すまん、ワンちゃん潰した。いや、本当に白鯨いたね。さあ、カリウドの、いやー、ちょっとでもいい装備が欲しい。お、来た、30来たね。この辺りはね、30レベルが来ない限りは。エルフか、28ね。もうちょっと早く手に入ればっていう感じだけど。次はどこに向かう感じかな。次から次とイエネファーと話すか。行
1キロぐらい離れてるからね。この辺りに、あ、競技者、こっちか。お家に隠れてる盗賊に気をつけろ。 やめろ。どうかなと思ってきたけど、まあいいっしょ。犬、あったあった。私のお兄ちゃん上手なの。斧投げか。自分に投げられる前に逃げとけよ。さあ、家にファンとこ戻りますか。さあ、戻ってきた。イエネファーに話してどう展開が変わるかな。お使いに近いけどね。あ、いるいるいる。今すぐ確かめてみよう。そうしないといつ彼に後ろから刺されるか分からない。誰に？どこへ行くんだ？シリがスケリッチに調べておいた方がいい場所があるって。アバラクは何かを隠してる。前にみんなでスケリッチにいた時、アバラクが研究室の話をしていたの。ある時彼が研究室に戻るのに一人で瞬間移動を使ったの。忘れ物を取りに行くためによ。絶対に変。十分に怪しいと思わない？まあ怪しいね。ああ十分だ。それで忍び込んであちこち漁るつもりか？そう、一緒に来てくれる？で、どこにあるんだ？アンドビクとスピカローグの間にある小島よ。かなり遠回りの寄り道になるな。太陽の石はアードスケリングにある。海岸沿いの洞窟で海からしか行けないらしい。入るには魔力も必要になる。研究室を探しに行って、私はアードスケリングを回るから、後で合流しましょう。フィリパ、あなたの目、魔法の力で回復したばかりなんでしょ？慣れるまで時間がかかるって言ってなかった？そうだった。あの人にはよく神経を逆なでされるわね。行こう、シリー。先に行ってるわね。飛んで行った方が楽なのにね。まあでも、ちょっとね、アバラックはね、知恵が働くと思うから何かと厄介だろうと思うんだけどな。なんか企んではいるだろうね、必ずね。ハリギャップゴースコースとか、船に乗って、あ、まだこれじゃダメか。で、この状態で古き血脈の子、をやっていきますか。タイトルみたいになんか話してが古き血脈のことについて分かれば一番いいね。さあ、船で到着。ファストトラベルね、これでできるようになったと。セワントのキノコ、錬金術どうかな。変わらずやね。ホコリタケに、ホコリタケ。入り口の守りが固いわね。中にはさぞかし面白いものがありそうだな。
どうやって障壁を？アトランケルクの力が使えそうね。呪文は覚えて。いや絶対これ動くよな。あなたに教わった呪文ね。あの時は怒りっぽい冷たい人だと思ってたな。あらあら、思い出話をまた今度ね。んで、いいかな。それで証拠は見つかったか？クローゼットの中の死体は。まだ扉も開けてないの。高度な魔法障壁よ。任せて。リアタールライゲン。まあイエネハンはやっぱ高等魔術使えるってことだよね。任せてくれ。はい。もっと、ヤーデン使うか。さあどうするか。さあ後ろを取れればね。痛いね。速度。痛い。この場合はアームで。おお危ない。イグニで防御力下げるか。いや引かないね。こうなって。よし、終わり。さあ、何かいると思ったけど、やっぱ動くよね。さあ、扉が開いた。いい部屋だな。あまり研究室らしくない。油断しないで、よく調べるのよ。面倒じゃない？文章を片っ端から掘り起こすなんて。あなたが来たいって言ったの？シリの肖像画みたいだな。私じゃないわ。傷がないでしょ。いや、お前だ。かなり特徴を捉えてるぞ。興味があるのはお前の魔力だけだと言っていたが、本当か？バカじゃないの？まあね、確かにね、傷がない状態ね。見て、ゲラルト。やつが甘党だとは知らなかった。甘党ね。何か見つけたか。まるでさっきまで誰かがいたみたい。アバラックは船の上だ。アバラックは船の上だ。それは確かだ。そうじゃなかったら？よせよ。上流域か。この匂いはバーベナね。なるほど。なるほど。いや、別に。時々すごくイラつかせるわね。薬草なんて何の証拠にもならんぞ。待って、まだ研究室を全て調べたわけじゃないわ。まあまあまあ怒ってもしょうがないからね。重要そうなのは特には見当たら。誰かの寝室に入ってしまったような気分だ。特にはないね。ユイチャーの感覚を使ってまだそれっぽいのは出てきてない。イエネファ。ほう。
古き血脈のアインヘインチェルの家系図だ。ララドレンから始まり、私まで全体を見るのは初めてよ。エイダンのビダモントが祖先だなんて思わなかった。娘を焼けた鉄を押し付ける刑に処した人だっけ？それとも父親をのみで目をえぐる刑に処した人？娘を処刑した方ね。すごい、完全なものを見るのは初めてよ。アバラックはララの子孫を途絶えたと思っていた血統まで全て調べていた。奴の書き込みを読んでみよう。奴の書き込みを読んでみよう。すごい、これに2世紀もかけたのね。ララの子孫を研究したのは彼が初めてよ。ファルカの、シリのことも書いてあるわ。でも興味深いのはその後よ。シリのような遺伝子の混合体を培養しようとしたんだわ。しかも人間の遺伝子を取り除いて。つまりどういうこと？巨大なガラスの筒に囚われた私の兄弟が見つかるとでも？茶化さないで。アバラックの研究はそこまで進んでないわ。実験は全部失敗だったみたい。あなたはあなたよ。で、ワイルドハントを敵に回したわけね。調査を続けましょう。もっと面白いことが発覚するかも。まあ、人体実験的なものか。か、蘇生術か。まあ、ホムンクルスを作ろうとしていたのか。まあ、協力的になったのはまあ分かるがっていうところやね。これは、うん、エルフは香水の趣味がいいようだ、うん、普通の鏡か、てっきり魔力を秘めたものかと思ったが。さあ、扉があるね。さあ、アバラ君の真の鏡を暴くわよ。さあね、ここまで手伝うっていうのもね。どうやって入ったの？着替えを加えるつもりはない。着替えを加えるつもりはない。目的は知らないけど、出て行ってよ。あなた、ティルナリアで見たことがある。やるじゃない。人間にはエルフはみんな同じ顔に見えると思ってた。アバラックならここにはいないわよ。分かってる。分かってて来たの？何のために？彼を探るため？あなたがバカなことをするたびに危険に飛び込んで助けた彼をこれ以上どうしたいの？あなたに何が分かるの？あなたのことは彼からとても詳しく聞いているのよ。例えば？例えば。あなたはララの力を受け継いでいるそうね。彼が何を期待しているかは知らないけど、泥の水たまりから水を飲むようなものよ。でも、彼はそう信じ込むことで仕事に打ち込めたんだわ。仕事？彼が喜んであなたを追い回していたと？私でさえあなたを見ると気分が悪くなるのに。驚いた。あなたみたいなタイプでも人間に優越感を持ってるのね。その子は人間じゃない。混じり合って濁った血の化け物よ。そんな出来損ないを使わなきゃいけないなんて屈辱的だわ。それ以上言ったら。何？何もできないでしょ。その子は自分の役割を果たすだけよ。そうすれば彼も解放される。彼が私を憎んでいるなら、どうして直接言わなかったの？彼女の言ったことを信じたわけじゃないだろ。奴に特別な感情があるのか。アバラックがそんなに大切なのか。それが何か関係あるわけ？私のことが嫌いならみんな放っておいてよ。シリ、ケイヤモロヘンの時みたいに私の力が暴走するのが怖い？
自分の意志で暴走させられないのが残念なくらい。やればいい。やればいいと言ったけど、こういうやればいいか。さあ、だいぶ気分はすっきりしたね。気が晴れた。もう行きましょう。まあ親子やねえ。ははは、イエネファーもしっかりやってるし。そう、この奥には特にアイテムはなしかなってことは。そうだね。あ、いや、これだけちょっと。さあ、出ますか。まあ、わざわざ入れないように門番も用意してたわけだからね、ゴーレム使ってね。さあさあ、船にはすぐ戻らなきゃダメ。他に用があるのか。ヒンダースファルのロフォーテンに行きたい。前にスヒャールって男の人が。何？シリン、スヒャールは亡くなった。ワイルドハントがやったのね。生き残った人は？その後の話。本当に彼なの？会ったの？その場にいたわ。遺体も見た。一緒にお墓に行ってくれる？せめてお別れを言いたいの。そうか。ああ、一緒に行こう。一緒に行こう。ありがとう。ヒンダースファルへの門は開ける？ええ。行こうし。行くとしよう。早めに戻ってくるのよ。ねえ、じゃあね。さあ、古き血脈のがクリアで、スヒャールの墓だね、次はね。来てくれてよかった。墓地は本当に嫌いなの。一人でうろつくのは特にね。さあ、一緒に探そう。一緒に見て回ろう。行こう。ニオルドの息子、ラッセ。
オーブの息子オラフ、トロットニルの娘インゲ。そんな名前がない。スヒャールの墓石がない。私、彼を埋葬するまではいかない。ねえ、遺体はどうなったのかな。仮装にはしていない。王と英雄の特権だからな。あのまま庭園に放置したとも思えんが、うん、なんてこと。どうした。村の向こうに大穴がある。病気で死んだ羊をそこに捨てるの。夜のうちにカニが骨だけ残して食べ尽くすのよ。何してるの。あなたたちがやらなかったことよ。彼を埋葬してるの。臆病者を長老たちの命令に背くつもりか。立ち去れ。ここから出ていけ。掟を破るなど。お前たちの掟は俺たちには関係ない。俺たちの掟じゃない。私たちのしきたりに敬意を払う気もないってわけね。臆病者の墓は穴で十分だ。スヒャールはみんなを救ったのよ。ワイルドハントは私を追っていた。彼が私を連れ出してなかったらロフォーテンは今頃廃よ。なぜ亡霊どもがあんたみたいな小娘を。私はただの小娘じゃない。それからこの墓に触れたら誰だろうと痛みを見ることになるよ。誰も触るものか。神聖な墓を荒らすなど。長老たちの教えでは墓荒らしは敵前逃亡よりも重罪だ。あんたが真実を語っているかどうかは分からん。スヒャールの裁きは神にお任せする。来てよかった。どれほどショックだったか分からないでしょう。もう彼の名を怪我したりはしないだろう。行こう。さあ一緒に行こうか。小舟に戻るぞ。うん。さあスヒャールの墓もクリアですね。まあできるだけシリの望みは叶えていきたいところではあるけど、これがどう作用するかということで、今回はここまでにしたいと思います。次回がちょっと途中でやめてた太陽の石だね。これをやっていこうかなと思います。これで終われば本格的に最後のバトルへ行くんじゃないかなと思うんで、まあそれは楽しみにしながら次も頑張ろうかなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。